置いてるんで、まあ、強やば。こんにちは、ネモです。パワープラプレイやっていきます。今回はキリルってタコでも輝けるんだろうか、アンドロメダキリルやってみたいと思います。社長、ジャメリン、合わせ、アミキ、アマネ、そしてキリルということで、今回は打撃5枚構成ですね。で、あとは敏捷点どれくらい稼げるかわかんないんで、ジャベリンを入れて、ここのね、敏捷ブースターが出てる時に走塁練習かましたいということで、アマネを一緒に添えている形です。で、なんと、千丸出ました。なので、結構ガチガチにガチ育成やっていきます。マネキと、あとはドリンクですね。で、これさ、マジでわかんねえんだけど、どこから行けばいいか。とりあえず監督とアマネあげましょう。で、あとは、まあ、合わせが骨格多分来にくいと思うので、まあ、そこはね、早めに押していきたいなっていうところと、まあ、千丸なんでね、これはマジで、なんとかうまく運びたいですねっていう感じ。で、キリル、敏捷ブースターじゃん。知らんかった。なるほど、そうなんだ。全然知らんかったっすわ。キリルって敏捷ブースターなんですね。おもろ。ああ、そうか。変化球だからか、第一得意練習。なるみと一緒ですね、パターンが。なるほど、なるほど。体力戻してーな。はい。OK、スピードナイス。結構、そしたら、稼げる可能性ありますね。ちょっと合わせの評価、ほんと。あ、OK、OK。高めていきましょう。監督いたら踏んで、まあ、結構もう、おー、ラブパーありがてえ。あ、マジ？あ、うわ、めっちゃいいじゃん。しかも、鍛錬のアミティ踏めたし。え、何これ、順調。合わせとか踏めたら最高なんだけど、合わせ。わ、おらん。そんなに世の中甘くなかった。一回休むか。まあ今、積みがほぼ完璧ですからね。これ動かす必要ないや。で、上でさりげなく主張していきます。よしよしよし、行こう、もう行こう。これは行こう。すえー、やば。もうバーンってぶっ放してもいいぐらいの力はあるんですけど、これは待機ですね。これはまず間違いなく待機した方がいいです。守備道を取るか。アマネでしたもんね、今。ただ、守備移動を取る敏捷点がもったいないっていう考え方はした方がいいかもしれないです。っていうぐらい、ちょっと敏捷やばいかもしれない、今回。強。マジ、今、ただの鍛錬ですからね。合わせ、合わせ、合わせ。わー、どうしよう。迷うな、これ。キリル先行きたいか。まあ、最悪合わせ間に合わなくても。まあ、この二人の評価上げましょう。最悪間に合わなくてもいいよ。追い打ちで、え、あ、恋話しとこう。うん。おお、いいよ、いいよ、いいよ。すげえ久しぶりだからあれなんだけど。ライン引き打開でしたよね、多分。よし。おお、光ってくれ。あー、社長でもいいけどな。社長だと評価足りるな。もう点数欲しいしな。それか合わせ行く、合わせ行って評価高める。社長行きてえなぁ。マックスパワーもあるから社長にしよう。よし、2だ。うわぁ、そうかそうか。ここで来ないのはちょっと痛かったっすね。だ単純にこの精神でこんだけ入ってますもんね。やば。ここタックしてたら相当強かったな。ただまあ、経験点的にはそこそこもらった方だと思います。やっぱ技術結構いっちゃいますね。そして、ごまかすで終わりですね。前に出る。敏捷がとにかく、てかタックしねえ。あー、なるほど。ちょっと合わせの評価さすがに持っときましょう。俺が変わろう。懐かしいこのイベント。なんだかんだ言って社長強いですけどね。また技術と精神か。まあ、精神はちょっと欲しい感あるな。フィールド的にも、精神系にはなるな。まあ、ありかもしれん。
それがまあキリル、敏将、ジャベリンは、ジャベリン破損セルすぎるんだけどマジで。それが一回追い出しもありかなって思うと、まあキリルの方でもいいですね。わあむずいわ。なるほど、奥深。うん、これキリル敏将にしよう。敏将取れるステージにしてもいいわ。あーいいですね、2800点。あそこでタック来たらやばかったっすね。これもうなんか入っちゃってもいいな。まあ今タックは、いやでも追い出して取った方がいいか。そうっすね、追い出してちょっと取りましょう。ゲージ伸ばします。打球伸びかな。でこれでもう打球伸びは834あるんでいいでしょう。うん、さすがに技術は大丈夫だと思う。はあはあはあ、これ行くとなんか肩練習なぜか追加されてるんだけど、すごい不思議。肩練習なんで追加されるんでしょうね。これジャベリン行くか。うん、ジャベリンも上げないと走塁練習が全くあれなんで。なんか不思議な感じなの。不思議な感じ、いろいろ不思議な感じだ。これめっちゃ弱いだろうな。あーこれ困ったな。多分クソ弱いっすね。クソ弱い、クソ弱い。これさっさと出た方がいいですね。こだわっている場合じゃない。でまた積み直していく形でいいと思います。 OK ナイス。てか合わせ来ねえわ。これのちょろっとしたのを拾うぐらいだったら普通に先に進みたいですね。アンドロメダおもろいわやっぱ。あー無理かー、合わせ無理かー。結構頑張っているんだけど、これタックも強いし、こっちで敏将取るはめちゃくちゃあり。あー強いけどな、敏将でしょうね。こんなに敏将取る機会ないからね。話聞いときます。おー危ねー、ラッキー、ありがとう。デート仕掛けられるかな。わあいいですね、これは完璧ですわ。これ敏将完璧取れますわ。これでただうん結構難しい。あ強強いけども、強いけども打撃があんまり必要ないっていう。ちょっとジャベリンかアマネが走塁練習に行ったら突っ込みたいはありますね。ただ単純にこのダブルタックも多分弱くはないんですよね。いや弱いか、技術とこれだもんな。そこはアースいきましょう。でもあれだな、もしかしたら来ないかもしれないな。あーよかったよかった、モテモテもらっといてよかったマジで。はい来た、 OK、 これはもう行こう。なかなかね来る来ないはわからないので、この辺敏将マジで取れないと思うんで、ね、強っ。もう1、2回お願いします。てかアマネとのダブルタック来たらマジで速攻でぶっ放すけど。デートでもいい、まあ社長、うんダブルタックですねこれ。これはもらいましょう。ツーダー行くか。ツーダーとあとホーム突入、突入あとはい、うんいいでしょう。まあとにかく敏将を取りたいので、まあ、ここはチャンス。相手紹介、懐かしい。ってかエースキラーか、エースキラーかぶってんな。
ただもう構成上しゃあないっていう感じですね、今回は。ああ、いいですね。ここはドリンク使って便所取れるようにします。で、次光るかどうかわかんねえな。まあもうぶっ放した方が割と安牌な気はしてますね。の方がいいような気はしています。ちょっとね、流れが難しいんですけど、次からは。まあ、アマネとかが光るかどうかなんて、マジで、未知数すぎるんで。ここは、行きましょう。オーバーフローゲージ使います。ただもう、こんなに美女稼げることないでしょうね、おそらく。なんで、多分、総力の上限は、ワンチャン捨てるはあるな。強っ。筋力ステージにしてえな、確かに。うん、いいんじゃないですか。これは普通に、やめて。おー、ナイス。あ、いいですね。まあ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 、もうちょっと点数的には欲しいですけど、悪くはないですね。よく乗り切りましたね。今の感じの流れで。受けない。大打撃。懐かしい。でも体力全然ないんだけど。あ、いいっすね。これ、走塁練習行って筋力死ぬほど入れたいなっていう。ナイス。ありがとう、自分で食べる。で、ちゃんと便所を稼げているし、走ろうという感じですが、どうしよう。合わせ、まあ、デートも足りてるっすよね。うん。なので、まあ、もう出かけても大丈夫。ちょっと、大丈夫かな、精神これ。精神大丈夫なのか。行きましょう。これも筋力ガンガンいきます。で、アマネが2回目かな。懐かしさすら感じるわ。生きてえなー、14%。まあ、タック来る可能性は結構高いですけどね。合わせって体力回復するのかな、これ。なんか久しぶりに使うと本当に大丈夫かなみたいな。よかった。まあ価値はあるかもな。うわー、なるほど、練習でよかったな。結構難しいですよね、その辺が。あー、どうしよう。肩でいいかな。体力の消費も少ないですしね。ただ230もらえるんで、これは普通にありがたさしかない。なんか体育消費あったっけ、この辺。ないか。断る。光んねえ。光ろうや。もうちょっと光ろうや。230いらんか。いや、もうちょっと光ろうやって感じだな。まあ、いいんじゃないですか。どういう考え方をするかですね。ここ行って追い出しかけましょうか。で、監督決めましょう。ああ、それは強いわ。ただ、ここもいい感じですね。積み的には。ちょっと技術になると嫌なので、あれなんですけど。いや、技術になっちゃうな、俺。まあでも、しょうがねえか。もうなんか回避できないっすもんね。何をどう回避したらいいんだろうみたいな感じですけど。まあ一回追い出しちゃうはありかもしれないけどな。で、積み直すのはありかもしれないですね。ちょっとメンタルがうまく絡めば。ストレートキラーかなり。敏捷35はいくか。結構ポイントあるんですよね、あるといえば。一回追い出そっかな。監督が来る保証ないですけどね、全く。だからこれ、積みがだいぶ弱いんだな。みんな弱積みで行ったって。まあ、最悪ここは、捨てる覚悟で。ああ、いいっすね。筋力ブースターか。まあ筋力に切り替えた方が100いいでしょう。
で、あまね終わりましたね。エースキラーこれかなり軽いと思います。まあもう行きますか。あまね1、あまね1か。あーまあ行くには行きましょう。で、あまね1は嫌だな正直。一回休みましょう。コリス遠慮する。よし、オッケー。ドン。おお、社長さすが。社長さんさすがに強いですね。106も一応組んでるんで、まあそこをどうしようかなみたいなとこはありますね。ヒントかこれで一応全部いけました。あとはトリックスターですけど、トリックスターはマジで捨ててもいいかなっていう感じです。でここはコンピューターに任しちゃいます。トリックスター取ってる余裕ないんですよね、正直。行きましょう。わー、アンドロメダ楽しい。考えることかなりたくさんありますけどね。アンドロメダ楽しいわ。さあ行きましょう。今、8000点ぐらいかな。ああ、ですね。もうちょっと欲しいですね、点数的には。潜入しない。で、うわー、アタックしないんか。アーセの評価足りてないわ。で、わー、これは筋力は凄まじいことになるけど。臨床いける？これでアーセ拾えれば、まあ、いけないことはないような気はする。合格打法ありがとう。うわやば、何これ、やば、やば超つね、すさまじい強いんだけど。いいっすね、これはまあ拾うか、拾うしかないよねこれさすがに。106いきましょう。で、怪我しにくさ、パワーヒッター、パワーヒッターまだいいか、ストレートキラーとかありますからね。うん、大打撃もいくか。で、拾いますか。寸魚。まあまあ、入るっていう手もあったんですけど、普通に、あれに。ただまあ、これ、合わせのセルをタックで取れてるんで、しかもコピーたくさんいるし、結構やばいと思うんだよな。臨床を取りたいのか。精神も一緒に取れんな、これいったら。筋力は取れないんで、ちょっと考えもんではあるんですけど。しかもコピーセルは減るな。キリルか。いや、これ、このままだわ。このままいきます。で、多分、打撃は光る可能性ですよね。うん。これは予想通りですね。まあ、この、今、さらっとやりましたけど、まあ、打撃が光るっていうのは、やっぱその、コピーセル積んでて、下に人がいないときはね、結構狙い目なんで。そういうのは覚えておいた方がいいかもしれません。うん、強えな。これ、肩と、守備は言っていいでしょう。で、拾いますか。で、合わせのね、体力回復もね、ここ絡むんで、まあ、そういうのも考えながら動いたっていう感じですね。OK、これギリと。青色ボタン。で、タック2回バンバンやりたいですね。タック2回。1回しか無理かな。うわー、手が1回っていうか。この威力ではさすがに使えるな、みたいな。うん、これ一回戻して、で、6月2週でバン。ああ、まあ、どうしよう。2週でやって、3週でもう一回積んで、入れるもんな。それかまあ、このタックセル普通に活かす感じでいっか。これは、うん、いいですね。ここ普通に踏んで、6月3周でタックしましょう。今、タックセルの、本当に2倍のやつ、タックで取ったやつ、置いてるんで、まあ、強っ、やば。っていうか、多分これ、打たなくても行きましたね。やべえ。3000点練習入りました。すさまじい。ちょっと新年一発目からすさまじいぞ、これ。やばいの入りましたね。とんでもねえ。なんかタイエースもらえた気がするな。うん、ちょっと敏将伸ばす必要なかったかもな。そうっすね、敏将伸ばす必要なかったくさいな。
うん、でもまあまあ伸ばしちゃったんで、もういいでしょ。伸ばしちゃったのは。で、拡張します。うまーく拡張しながら進みたいですね。うまーく。4番とかか、まあ、筋力系取るしかないかなっていう。もう筋力カンスト状態なんで、あんまり精神は使いたくないんだよな、逆に。そしてで敏捷もちょっと勘弁してくださいみたいなところですね。パワヒ取ってるしな、4番とか。もはや筋力は振るとこがないですね。逆転しかないのか。逆転嫌だな。逆転はマジ嫌っすね。わ、すさまじいあれが、逆襲撃が始まっておりますな。わー、これ敏捷マジで、敏捷置いときて。これは敏捷使いたくないな、マジで。これ核集客力多分振ってくと思うんで、まあ、これでいきますか。やば、エグすぎ。いきなりとんでもないの入りましたね。しかもこれも強いし、シンプルに。え、強っ。これさ、これじゃない、さすがに。格闘集客力あるとはいえ、精神が必要なのかどうか分かんねえよ。そうそう、確かに確かに確かに、となっている。筋力は100いらないですね、どう考えたって。何をどう考えたって。なので200、150、150とかかな、がまあいいような気はする。うん、これ取るか。さすがに強いわ。点数重ねとけば海岸使えるんで。で、これデートだな。えぐ、いいっすね。多分初級とかそういう系を取ってちょっとごまかせるはずですね。でもある程度核集客力振りたいですけど、今回ばかりは仕方ないほど点入ってるんで。いや、えぐ、行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。とにかく敏捷点が欲しい。走塁で光ったら行きたいって感じ。光んねー。はい、デート行きます。もうあとはデートデート走塁ですね。不動の4番 OK です。で、走塁光りましたね。45ですが、もらってもいいと思います。それかまあさっきみたいにタック待つのかっていう感じですけど、ここはまあ甲子園の練習もあるんで、体力はこれで踏んでデートして戻してっていう感じで問題ないですね。筋力はもう100は盛るな。筋力は何をどうやっても余るのと、さすがに補給は上限いきましょう。ちょっと走力はマジで考えもんかなっていう感じです。うん、そこは考えものですね。うん、いいんじゃないですか。いきますか。はい、勝てました。オッケー、ナイス。タックやばいの来たら踏むけどっていう。ああ、まあ、悪くはないけど。ここは、アーセルデートで。OK ですね。チャンスボールいいね。くれるキャラいるかな？ああ、アーセちゃんと足りてますね。OK。初めてタックしたのか。意外だな。どうしよっかな。むずいな、これ。サインサッチとかちょっと取りたいけど。まあ、こうかな。ひとまずこれでいきましょう。
はい、勝ちました。次行きましょう。オッケー。走塁ください。あ、いいね。あ、いいっすね。ここに来てようやくダブル来ましたわ。うまいわ。うわ、A まで伸ばしてーなー、ちょっと。C 止めでよかったなー。うん、まあ行きますか。はい、勝てました。オッケーですね。ラストです、次。おわ、いいね。ナイス。臨床ないっつっててこれ来るからね。最高だな。怪我取りますか。どうせ余るんで、筋力。完璧。割と触れるんじゃない？綺麗に。まあ、いやー、上限は諦めていいと思うけどな。じゃあ、こうかな。これで、とりあえず、漏れないでしょ。行きましょう。はい、勝てましたー。あとは合わせがくれるかどうかですね。まあ結構、まあセクヨンが凄まじかったんで。はい。おわー、来たー。珍しい。珍しいって思わず言っちゃうぐらい、合わせにはもらえない人です。1万8000点出ましたね、最終。なんだ、あいつすげえ言ったな。はい。からの、阿部比。コツあるし、いいでしょ。で、総力の上限は多分、行かなくていいっていうか、行けないんじゃないかなって思ってますけど。なので、まあ、触れるところに振っていきましょう。チャンボとかは重すぎ。重すぎだな。重すぎだな。あー、なるほど。結構、あれだな。割と、筋力は、まあ、筋力はやっぱ何をどう考えてもって感じですね。筋力は逆転取るしかないな。まあ、開眼をする必要はもうないと思うので、速攻。ただどうやったら俺筋力かけるんだろう。まあ、怪我しにくさとかも終わってるわけでして、はい。終わってるわけでして、はい。72か。はい。もう一回いけんな。もう一回いけないことはないと。ただまあ、やりすぎ感はすごいありますね。チャンスボール取ったら綺麗にはなるけどな。綺麗にしたから何なんだみたいな。間違えた。なんだっけ、ラッキーセブンか。で、なんか触れればいいんだけど。悪球と逆球触れますね。十分だな。いいんじゃないですか。これ結構綺麗にいけた感じあるっすね。はい。で、いいでしょう。まあ、ちょっと走塁いらんかったかなっていうのは少し感じましたが、まあ頑張った方かなっていう。1、2、3、4、5、10、14、15段で、14なので、まあそんな悪くないような気はするんだけど。おお、あ、結構いきますね。なるほど。ということで、まあ切り塁り、まあさっきのね、タックがね、もうちょっと早くね、セクさんまでに、ね、起きてくれればよかったんですけど、まあその辺以外はかなり楽しめたから、よしという感じですかね。まあ、キリル自体は、やっぱ、敏捷のブースターくれる、まあ、その変化球がね、第一得意練習なんで、まあ、そういうところで結構、面白い存在になれるんじゃないかなっていうのは、まあ、僕もね、再確認できたかなっていうところと、ぜひね、こう、戦国高校だけじゃなくてね、いろんなキャラクターをいろんな高校で試していただくっていうのはやっていただいて、こう、なんか皆さんのね、幅を広げるきっかけになったらいいかな、なんていうふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。